こんにちは、沼です。アナザーエデンやっていきます。今回は第 1.5 部のおそらくラストですね、母戦最終戦いきたいと思います。で、パーティーの方がおそらくこんな感じで大丈夫かなと思ってます。マリエル、マイティ、カリウ、シェーネ、ユイン、イスカと、シェーネとユインを出し入れして、やばくなったらイスカを入れていく感じで、まあ戦っていこうかなと思ってます。で、対策できそうなのは正直風属性ぐらいしかないので、まあガリウで十分かなと。おお、そしてもう一匹。魔獣王の最終形態。かっこいい。とにかくかっこいいですね。で、狂獣王から戦いが始まって、で、途中で切り替わり立ち替わりしてくるみたいですね。では行きましょう。うん、ちょっと上げときゃよかったね、いろいろ。速度は勝ってますね。うん、これは余裕でしょう、普通に。かっこいい。ちょ、めっちゃ強いやん。オール1にされたんだけど。連携攻撃ってそういうことか。眷属召喚してくるぞ、しかも。で、この眷属は物理を下げてくるみたいなので、ちょっと早めに処理はしたいっすね。レベル的にどうなんだろう。一気に処理できるかな。ああ、まあ大丈夫ですね。全然大したことないですよ。これは多分そんなに気をつけてなんかしなくてもいけますね。で、連携でしょ、また。あ、これペインで死ぬとこあるかな、もしかして。うお、あぶねえ。うん、こういう時はイスカでしょ。で、アナフォは最後の方でもうまとめて戦う時に行けばいいかなって感じです。またどうせ 50% いったら行くんじゃないかって。いいのかな、もうぶっ破して。お、これもうブッパ行っ
ていいんじゃないかな。また全体1にされました。これも処理して良さそうっすね。火属性入れんでいいだろう。あ、入れればよかったな。入れ替わるのかな。終わり？それとも、あ、入れ替えですね。ちょっとまあビビる必要はそんなになかったかな。やっぱり今までかつてない人をくぐり抜けてくるとストーリーは進められますね。普通にこれで俺はこの世界にありえたい。もう一つの因果に終止を打つ。しゃあ勝った。失礼しました。風が、おっと、めっちゃ出てきたね、敵。大勝ゼノン。ああ、そういう展開なんですね。めっちゃ強そう。オーガゼノンはそこそこ強そうですね。サハオトには熱い仲間になった。
ああ、僧侶まで。メインストーリーに。おお、後編に続く。終わったのか。はい、ということで終わりました。ギルドナが仲間になりましたという話と、次また後編に続くということで、後編の配信が非常に楽しみですね。いやー、続きが気になる。古谷さん、早くお願いしますっていう感じですね。はい、ここまでかな。多分おそらくメインストーリーはここまでなので、またサブクエとか、まあ、キャラクエとか、そういう配信をしながらアナザーアイデンをポチポチ続けて、で後編を皆さんと楽しんでいければいいかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたします。